ちなみに僕はマイナンバーカード作ってないです。作ってないです。うちの家族は今のところ作っていないです。で、よくなんで作らない方がいいんですかっていうのを、聞かれたりするんですけれども、まあ僕も正直、すごく詳しいわけじゃないので、あくまでも僕の個人的な考え方として聞いていただければいいと思うんですけれども、大きくね、理由が2つあるんですよ。なぜ僕が作らないか。あくまでも僕が作らないかですよ。なんで僕が作らないのか。大きく2つ理由があります。そもそも、ちゃんとね、そういう1人1個のなんかカードっていうか、その、番号みたいなのを作ってね、管理して何かあった時に、例えば犯罪防止につながるじゃないかとか、そうやってね、きちんと作っといた方がいろいろ便利じゃないか。その理論はね、すごくわかるんですよ。うん、その理論はわかります、うん。もしね、そういうものができたとしたらですよ。仮に安心安全なものができたとしたら、それの理論はわかるんですけども、でもなぜそれでも僕は作らない方がいい。今のマイナンバーカードに反対かというと、大きく二つ理由があって、一つ目は今の政府が信用できないっていうことですね。残念ながら。要は誰にそれを預けるか。任せるかっていうのって非常に大事じゃないですか。どんな便利なものであっても、悪いことに使う人にその自分の情報を渡したくないですよね。で、だから今の政府が本当に国民のことを考えて進めようとしている政府に見えないっていうことなんです。残念ながらね。これは本当に申し訳ないんですけれども。それは一連の流れを見てると全部そうじゃないですか。だからその、今回マイナンバーカードとか保険証とか、まあ、いろんなものを紐付けていくと。で、その紐付けるっていうことも怖いですよね。一個それが情報漏洩したら全部紐付けで情報が漏洩されるので、リスク分散ができないっていうのもあるんですけども、まあ、もしそういう安全性が担保されたとしてもね、まあ、今の、政府にはちょっと難しいと思うんですけど、もし 100% 情報漏洩もないと、個人情報も保護されると、そういうことは問題ない、一切安全ですよという前提だったとしても、その情報を誰が管理するのか。それは本当に国民のことを思って管理してくれる人だったら、あ、じゃあお願いしますねって言えるんですけれども、それを、そうじゃない人たちに任せるっていうのは非常に怖いこと。要は悪用もできるじゃないですか。例えばですよ。例えば、あれのパスポートに使われるとかね。で、それは、嫌だって思っても、いや、そういうルールも決められてしまったりとか、まあ、いろんなそういう、まあ、これ例えば一つの例ですけどね。で、その、日本の政府が国民のためを思って、そういうものを作ろうとしているというよりも、日本の政府の後ろ側にいる大きな力があって、その人たちに今の政府がもう完全に利用されちゃってると。その利用されてるものに僕たちが利用されてるってことなんですね。国民が。簡単に言うと。わかりやすく言うと、今、2022年の、税収がですね、過去最高だったって記事になってたんですよ。要はね、税収が上がってるんですね。いろんなところで僕たちはこう、あと、国民負担率でしたっけ。まあ、とにかく、いっぱいもう絞り取られてるわけですよ。消費税も取られるわ、所得税もあるわ、住民税もあるわ、ガソリン税もあるわ、いろんなね、車の税金もあるわで、まあいろんなね、社会保険料なんだ、年金、まあいろんなものがあって、お金が残らないようになってるんですよね。で、税収だけどんどん国に吸い上げられて、そのお金を本当に国民のためのことを思って使ってくれているんであれば、これ循環するから、例えばだけど消費税がもっと高くてもね、いいかもしれないんだけれども、これを、この前もなんかどこの国だったか忘れちゃったけど、海外で今ばらまきをやってたりとか、ウクライナにお金を相当出してるんですよね。で、ウクライナの復興にもお金を出すっていうことを言っていたりとか、うん。で、ウクライナにお金を出すってことは、これ間接的に戦争に加担してることになるわけですよね。そのお金が、戦争に使われてる可能性だってある。そしてそのお金を、例えばウクライナにお金を出すことによって、戦争に間接的に加担をしていることになるだろうし、そしてそのお金で武器とかを買ってたら、アメリカとか海外の軍需産業がめちゃくちゃ潤ってるわけなんですね。だから、海外のアメリカの軍需産業からしたら、もうウハウハわけですよね、今。うん。で、その、お金を日本に出させてるわけなんですね。だから日本に、たくさんね、税を上げてでも、いっぱい国民から絞り取って、お金をね、増税して、たくさんね、お金を集めるんだと。
そしてそのお金で、例えばだけど、ウクライナとか、まあ、いろんなものにね、お金を使って、だって、まる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 一つ取ってもそうですよ。全部あれ、日本の国のお金で、僕、してる人は無料だけど、全部お金払ってるわけですよね。そして、儲かってる人たちがいるんですよね。全部海外に流れてるんですよ。だから、海外に流れる仕組みをもう今作られちゃってるんですね。だから、その、国の政府がその言いなりになってしまって、それをね、防げないんですよ、もう。防げない。だからね、もう今の政府にはね、防げないので、でそんな政府に、こんなマイナンバーカードとかで、そういう管理されるものを今作らしたら、もうやりたい放題にされますよ。もう逃げ場がなくなるって、もう今でも逃げ場がないような感じになってるんですけど。だから、今反対なんですよ。今の政府に任せれない。これは、今回のことだけじゃなくて、一連の流れを見ていると、もう残念ながら信用できない。もう終わってる。残念ながらもう腐っちゃってるというか、もうそういう構造ができちゃってるんですよね。うん。その一人一人が悪いとか悪いとかっていうもう次元じゃないと思うんですよ。うん。岸田さんが、とかね、河野さんが、とかっていう、まあもちろんね、それもあるかもしれないんだけど、もうそういう次元じゃなくても、そういう力関係で構造ができちゃってるので、そうじゃない人たちはもう、こう、外されちゃうわけですよね。外されちゃう。だから、最初の話に戻ると、今日安倍さんのね、ちょうど一周忌になるということなんですけども、僕は完全にこれは安倍さんが、何らかの理由で消されてしまったんだなっていうふうに僕は思ってます。これは、想像の部分でもあるんですけどね。だから、今の政府にこうマイナンバーカードを僕は作りたいと思わないっていうのが、一個目の理由です。で、もう一個目の理由は、じゃあ逆に今の日本の政府がそういう状態じゃなくてね、本当に独立した、自立した国であって、日本の国民のことを考えているとしたとしましょう。仮に。まあ今は全然違うんだけど、もし仮にね、そうだとしても僕は作りたくないんですね。なぜかというと、今度もう一個はセキュリティの問題なんですよ。これは日本が今の現時点で、そういうセキュリティ、要は海外からも狙われるわけですよね。まあ、海外からでも、まあ、日本国内からでもそうかもしれないんですけれども、でセキュリティって、もう、いたちごっこじゃないですか。ああいう IT 系のものっていうのは、もう、すごい攻防戦なわけですよね。それを本当に、守ることができるのかっていうことが、これは技術的な問題として、これは難しいんじゃないだろうかというふうに思っています。うん。だからそういう中で、マイナンバーカードでいろんなものを紐付けされるということは何かでそれが流出する、意図的にね、海外が何かそれをね、取ろうと思って、されたときに防げなかったときのリスクっていうのがすごく大きくなってしまう。だからそこが安心できる、何か根拠がない限りは、今回の、マイナンバーカード、そしてそういうもいろんなものに紐付けしていくっていうことに関して僕は前向きになれない。この二つの理由なんですよ。うん。だから、一個はセキュリティの問題。うん、もう一個は、今の政府が信用できない。そして、それが利用されて、悪い方に利用されてしまう。国民からいろんなものを吸い上げるだけ吸い上げて、そして、海外に流しやすいようになっていきます、ね。この流れが、もう簡単に、もっともっと今よりも簡単にできやすくなったりとか、もしくは海外から売りたいものを、のために、使いやすくなっていくっていうことと。まあそれはねもう本当に完全にそうなんじゃないかなというふうに僕は思っています。あともう一個が、所詮ね政府がこう作ろうとしているのってお金が動くんですよ。こういうのを作るっていう。だからもういろんな利権の問題でもうお金がジャブジャブ使われるわけですね。で、お金をもうドブのように使って、いいものが作られないんですよ。大体そうなんですよ。国が作るものって。だってコロナのあの接触アプリってあったじゃないですか。あれ役に立ったんですかね。あれ何だったんだろうって、あれももう相当なお金を使われましたよ。で、あれで意味があったのかっていう話じゃないですか。だからもう、すごいお金を使って、それを国のお金で、それを使ってるわけですよね。うん、大義名分立てて。そして、それで潤ってる人たちがいるんですよ。残念ながら。だから、LGBT 法案も同じ。仕組みがありますよね。お金が動くんですよね。じゃあ僕たちにできることは何なのかっていうね、このもう構造上の問題っていうのはなかなか変わらないので、僕たちにできるのは何なのかって、例えばマイナンバーカードで言うともうささやかな抵抗と作らないっていう。そして、まあ実際にこんだけね、
いろんなトラブルが出てきていて、返納する人が増えてきたりとか、更新する人が、しない人が増えてきてるっていうのは、で僕は本当に、だからいい流れだなと思います。ほら言ったでしょ。だから作らない方がいいよねっていうのと一緒ですよね。だから結局お金で動いてる部分もすごくあると思うんですよね。あれもそうですけど、あれもそうですよね。お金で動いてるますからね。うん。だからね、もう本当にね、今の政府は本当おかしいですよ。もう絞り取るだけ絞り取って、どんどん海外にお金を流すっていう。もう、岸田さんがこっち、国内の方、日本の方向いてないですから、もう完全に外向いちゃってるので、向かざるを得ないっていうことですよね。うん、だからもう完全にその力関係、そういう世界になってるんだっていうことを、まず僕らは認めないと、残念だけど。その中で何をできるかっていうことを考えていくってことですね。笑顔でね、最初の話、笑顔で考えてから、こう、眉間にしわ寄せて、クーってやってると、本末転倒なんですよ。まず自分が幸せになって。自分が幸せじゃないと人の幸せに貢献できないので、眉間にしわ寄せるんじゃなくて、そういう時こそ笑顔。苦しくなったらね、多分負けなんで、まあ勝ち負けじゃないかもしれないけど、で、やっぱり幸せになった方が、僕は勝ち、まあ勝ち負けで言うと勝ちなんじゃないかなと思いますのでね。そこをちょっと間違えないようにしていきましょうね。ねえ、世界中の反グローバリストで協力していきたいですね。もう本当そんな感じですね。まあ一人一人の力はね、本当に僕も何ができるのかなっていつも思うけど、大したことできないけど、やっぱりそういう意識が増えることで、やっぱり何か変わってくる可能性っていうのは絶対あると思うので、それはやっぱり諦めたくないなというふうに思いますよね。